藤平昇進は、東北楽天ゴールデンイーグルスに、所属する千葉県富津市出身のプロ野球選手、宇藤右内。富津市立吉の小学校1年の時から野球を、始めると、5年の時に出場した第25回全国、小学生陸上競技、交流大会千葉県選考会では、ソフトボール投げで、大会新記録の71メートル13センチメートルを、樹立して優勝。 ただし、千葉県代表として出場した全国大会では、68メートル30センチメートルで18位にとどまった。小学6年の時、千葉ロッテマリーンズジュニアチームに選抜されると、NPB12 球団ジュニアトーナメントで優勝。富津市立大抜き中学校時代では、千葉市リトルシニアに所属しながら、石原氷などと共に U-15 日本代表に選抜された。 中学3年の時には、陸上のジュニアオリンピックにて走り高飛びで優勝し、全日本中学校陸上競技選手権大会では2位に入賞している。野球部の同期には、軍司優也がいる。横浜高校進学後は、1年の時の春から、ベンチ入りを果たすと、1年時の秋から、AS スの座を確保した。2年の時の神奈川大会では決勝まで進んだが、 小笠原慎之介や吉田亮を擁する東海大、相模高校に敗れ、準優勝。2年の時の秋には、神奈川県大会を制したが、関東大会の初戦、上層学院高校の U-15 代表で、チームメイトだった鈴木明優との投げ合いに敗れた。3年の時の夏に、神奈川県大会を制すると、第98回全国選手権初戦の東北高校戦で、 7回途中まで13奪三振、1失点と高騰。2回戦で、寺島シてる要する理性者高校に敗れたが、2試合通算で13回を投げて、20奪三振、防御率0.69という好成績を残した。大会終了後にも要された、WBSCU-18 ワールドカップにも、日本代表の一員として出場した。2学年先輩に、 浅間大オ高浜雄ー氏、渡辺義明、伊藤マ司、同学年に石川達也、一学年後輩に増田玉、二学年後輩に万波中正がいる。2016年度 NPB ドラフト会議にて東北楽天ゴールデンイーグルスから単独で一巡目指名を受け、契約金1億円、年俸1500万円という条件で入団。背番号は、 野村克也が監督を退任した2009年から空番として扱われていた19。入団会見ではチームの中心選手になれるよう気持ちを持ってやりたいですという抱負を述べた。2017年春季キャンプを1軍で過ごしながら公式戦を2軍でスタート。イースタンリーグ公式戦で開幕から先発で好成績を残していたことを背景に6月16日の 対阪神タイガース戦で、先発投手として一軍公式戦へのデビューを果たした。7月13日のフレッシュオールスターゲームでは、イースタンリーグ選抜の先発投手として高騰した末に優秀選手賞を受賞した。8月22日の対千葉ロッテマリームズ戦で、再び先発すると、5回を無失点に抑える高騰で、一軍公式戦初勝利。この年に、高卒で、 NPB の球団に入った新人投手の初勝利一番乗りを果たすとともにチームの連敗を6で止めた。チームが10連敗で迎えた9月5日の対北海道日本ハムファイターズ戦でも先発を任されたところ7回裏に1安打を許しただけの無失点で2勝目を挙げた。このように先発登板で2度にわたってチームの窮地を救ったことから 連敗ストッパーと呼ばれるようになった。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦8試合の登板で3勝4敗、防御率2.28を記録。ただし、チームがレギュラーシーズン3位で臨んだ、クライマックスシリーズでは登板の機会がなかった。2018年、公式戦の開幕から一軍の先発陣に組み込まれると、5月中旬までに一軍公式戦6試合に、 当番した。しかし、1勝3敗、防御率5.10を記録するほど振るわず、5月14日に、出場選手登録を抹消された。抹消後に復調したことに加えて、見ま学が、右ひいちの発祥で戦線を離れたことを機に、8月上旬から一軍に復帰。復帰後も8試合の先発登板で2勝4敗と、黒星が先行したが、 重大最後の登板であった9月17日の対ロッテ戦では、シーズン4勝目を1軍公式戦初関東で挙げた。2019年、イースタンリーグ公式戦19試合に登板すると、リーグの規定投球回に到達。9勝2敗、リーグ最多の3関東に完封勝利、規定投球回到達者としては、リーグトップの勝率。818と107奪三振。 リーグ3位の防御率2.91という高成績で勝率第一位と最多月三振のタイトルを獲得した。しかし、一軍公式戦での当板はわずか3試合で0勝1敗、防御率10.38という成績にとどまった。シーズン終了後の12月6日に推定年俸1500万円という条件で契約を公開。2020年、 7月26日の対、オリックスバファローズ戦で今季初登板発、先発するも、初回無視二塁の場面で、大城工事への初級となる時速140キロメートルの直球がバントの構えをしていた、大城の左側頭部付近に直撃。一死も取れず、わずか7球で危険球退場となった。常時時速145キロメートル前後の威力がある、ストレートを投げ、 ドラフト指名時点での最速は時速1 5 2トル。楽天の本拠地で登板するとすこぶる成績が悪く2019年シーズン終了時点、敵地では通算7勝を挙げながらも未だ本拠地の登板で白星を飾ったことがない。3年間で通算10試合に登板し0勝9敗、防御率6.79といった成績である。ありがとうございます。